はい、どうも、百鬼にです。今回気になった商品はこちらになります。ラチェットドライバーソケットセット。こちら500円のラチェットドライバーのセットなんですけど、以前もラチェットドライバー紹介したんですよ。で、その時は気づいてなかったんですけど、よく見たらこのハンドルの部分が、前回のはね、こうハンドルをグリグリするやつだったんですけど、これ普通のドライバーのタイプ、グリップがついてるセットがまた別で売ってたんですね。で、前回ラチェット紹介したタイプだと、ちょっと使いにくいところが正直あったんですよ。個人的にね、DIY でいろいろ作業、物作ってた時に、ちょっとタイプのラチェットだとやりにくいなっていう箇所があったんで、このグリップ式の方が楽だなと思ってたら、全然気づいてなくて、実は売ってたっていうことで、今回買ってきました。まずはちょっと中見ていきたいと思います。シャッキリ。まあ前回同様に、こういう形でね、きっちりしたケースに入ってるんですけど、まあセット内容としても一緒なのかな。まあ付属品、ドライバーのね、まずプラスが6本、でマイナスが6本、で六角レンチが3本。で、この六角というかソケット、ナットとかを締める六角のソケットが6個。で、それ用のアダプターですね。取り付け用のアダプターが1つ。以上のセットになってます。付属のビットですけど、クロムバナジウム鋼 CRV という表記がありますので、0番が2本、PH1 が2本、PH2 が1本と PH3 が1本の計6本。で、マイナスが3ミリが2本、4ミリが2本、で、5ミリが1本と6ミリが1本。で、六角の方、こちらが H の4、H5、H6 と、これが各1本。で、ソケットの方ですけど、5ミリ、6ミリ、7ミリ、8ミリ、9ミリ、10ミリ。このあたりは前回のセットとほぼ一緒かなと思います。なので完全にこのグリップですね。この部分が違うんだと思うんですね。で、このしっかり握るタイプのグリップで、まあ、これがラチェット入りますね。こちらは回りますが、今現状だと右回転、右には回るんですよ。このぐるぐると空回りするというね。右回転は空回り、左回転はロックがかかるんで力が入る。ここにあるんで、今こちらにね、右にロックを回した状態だと右に空回りする。このダイヤルの部分、これ左に回します。そうすると今度右はロックかかって、左が空回りする。ちょうどね、このダイヤルが中間部分があるんですね。真ん中。こうすると、もうどちらも空回りせずロックがかかりますから、まあ、通常のドライバーという形で使うこともできます。で、まあ、そうですね、グリップ自体はサイズがちょっと楕円形なんですけど、この一番太い部分、で、約29ミリですね。はい。で、一番細い、まあ、こちらでだいたい23ミリになります。まあ、寸法は、これで測れるかな。ちょっとギリギリの、このノギスでギリギリなんですけど、全長で117ってところですね。このサイズのグリップになってますね。はい。ほんと、こういうタイプの、まあ、以前紹介したタイプは、使いやすいのは使いやすいんですけど、場所によるかなと思って、先日ね、ちょっとね、窓枠のネジをちょっと外す作業をしてた時に、使いにくかったんです。でも通常のドライバーでなんとか外したんですけど、ちょっと時間かかったんで、このタイプのラチェットを買いに行こうと思ってたところで売ってたんでね、最初からこっちにしときゃよかったなという正直な感想もあるんですけど、まあ、どちらも持っておこうかなと思います。まあ、ビット自体ですけど、これがね、何ミリのビットかというと、約6ミリ。まあ、6ミリのビットになりますので、精密ドライバー紹介した分、あのビットよりかは、大きい、2ミリ大きいサイズ感になります。なので、まあ、これはね、ここで共通になるんですけど、まあ、ラチェット、もう一つのラチェットとは、ビットの形状一緒だと思うので、そちらと、併用して、まあ、使っていけるかなと思ってます。まあ、前回のね、ラチェットのこのタイプ、形状にもよるんですけど、個人的にはこっちの方がもしかしたら便利かなというのが、ちょっと思いました。二つ比べた感じでいくと。ちょっとまたどっかで試したいと思います。はい。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。